のポゼッションでスタートしました。右のコートサイド、赤の千葉ジェッツです。さあ早速マクリーン、マクリーン、あ、強いですね。フィジカルで押し込んでいきました。だけではなくなってきたんですね。バーレル、バーレル、バーレルが行くレイアップ。バーレル選手も本当に能力が高くてですね、スタートですね。そうなんですよね。彼がフィットしてくると、はい、さらにオプション増えるんですよ、ね。マクリーンとここもニックメイヨ、うん。さあ第2クォーターがスタートしています。引き続き左から右に攻める名古屋ダイヤモンドドルフィン。ポッカのジャンプ、ランドシュート、いいシュートですね。はい、だからコーフリッピン、もう一度ニックメイヨ、これも決まらない。メイヨが最初の得点取れずにいますが、バスケットオン、はい、はい、ゴール下のシュート全然入ってなかったので、再三このバーレルに、まあ、ブロックをされていましたが、最後のアンボのツーポイントのジャンパーだけです。第2クォーター、アンドのステップバック、素晴らしいですね。これはもうパーカーならではのプレーですね。これはバーレル、すごいですね。バーレルキックアウト、なんとか残して名古屋、千葉のディフェンスの強度が上がってきた。どうシュート、今日4本目のスリーポイント成功。ちょっとあっさり田口のアシストを許しました、はい、笹山スクリーンしながら3、いいショートですね。低くなってきました名古屋です。キムーブ笹山、そしてスクリーン、ちょっと大きなランを作りそうな雰囲気があります。白です西村、西村の3、戦い方をするのか。藤永と西村のバックコート陣です。ニックメイヨ、そしてパーカー、いいパスですね。メイヨとパーカーの合わせ、コート陣がいるっていうのも千葉の強みですね。そうですね。さあ西村、西村ジャンパー、あー決まって同点。富樫、ここはミスマッチ、富樫のジャンパー、すごいっすね。フリッピン、原修太の3、来ました。ここというところで来ました、原修太。チームの入りました千葉です。中東、中東レイアップ、ナイスティップイン。西村のジャンパー、今バンド飛び込んでいった原修太、入ってますね。あー、これはイージーバスケット。安藤修太が走っていました。富樫には笹山、富樫、富樫の3、ショート、リバウンド名古屋、リバウンド名古屋、マクリーン投げ上げて試合終了。